でもそういうことだよね。大学を去らなきゃいけなくなった理由になっちゃったってわけか。副業ね、今時はそんな副業って大事だよね。それが墓荒らしなんですか。深夜の墓場、そして俺の格好を見ればわかるんじゃないですか。カンテラとショベルか。カンテラっていいよね、なんかカンテラって言葉のなんか好き。しかし遺体を盗み出すなんて、そんなもの誰が買うのですか。大病院です。病院が遺体を。正確な人体の情報を知るため、解剖学の確立は医学界の急務。そのため現在どこの大病院も解剖のためのサンプル不足に悩んでいる。そんなの普通に亡くなった人にお願いしたら、こんなことをおっぴらに言えることではありませんが、俺たち科学者を志す研究者の卵には研究費なんてありませんからね。医学部の学生を通じて病院側と極秘の流通路を作るわけです。はあ、死者の埋葬品を奪うわけじゃない、医学の発展に必要なことなんだ。俺たちはそう自分に言い聞かせて墓場に向かうんですよ。大学生って大変。遺体の盗掘は当然立派な犯罪だ。そうでしょうね。捕らえられれば重罪に問われることになる。科学者になるためにはね、研究費が必要なんですよ。ド貧乏博士も同じことを言っていたな。実に何とも言えない現実ですな。それであの晩俺はローゲート墓地へ行ったのですが、まさかあんな目に遭うとは、心から後悔しましたね。なんでカメラ持ってったんだよ。あんな目ね。あの晩見たものを書いてもらいましたけど、ローゲートの墓地であなたが目撃した光景ということですね。あの時は震え上がりました。そこで警察に飛び込みましたが、全く相手にされませんでしたね。危うく逮捕されそうになった。そりゃそうじゃ。それで新聞社へ行ったわけですか。一番大きなロンドンニュースではやっぱり話も聞いてもらえなかった。結局ゴシップ専門の三流タブロイド紙の記者が飛びついて、噂話が大好きなロンドンの大衆にあっという間に広まったんです。当時一流紙を除いてほぼ全ての新聞の記事になったものだ。なるほどね。その中で俺が実際に話をしたのは2社ぐらいなものでしたけどね。適当に味付けされて勝手な階段になっていきましたね。このデイリーサーカス誌の記事についてはいかがですか。その記事を書いた記者は俺の大学の学生寮を訪ねてきました。どうやって調べたのか、俺の名前も知っていた。だから聞かれるままにあの晩の話をしてやりました。あの晩の話ね。それでこの絵が描かれたというわけですね。ええ、その死刑囚が有名なプロフェッサーだと知ったのも、その記者が教えてくれたんです。俺自身は何も知りませんでした。新聞屋の連中はつまらぬことを嗅ぎ回るものだからな。バンジークス教、乗ってたもんね。それでそのイラストレーションの光景は事実だったのか。それが、今思うと俺プロフェッサーなんて見てなかったんですよね。それは一体どういうことですか。じゃあ何を見たんですか。まあさっきも言いましたが、ノーゲートの墓地は刑務所のすぐ裏手にあります。だから学生たちの間では死刑囚の幽霊が出ると有名でした。え、じゃあ幽霊だったってこと。そんなみっともない話ですが、俺は深夜の墓場は苦手でしてね。みんなそうだろ。それで死者が蘇ったなんてバカなこと信じ込んでしまったんです。でもあなたは見たのですよね。そう思っただけですよ。だって、死体が蘇るなんて絶対にありえませんからね。それとも、俺があの晩プロフェッサーに会ったという証拠でもあるんですか。プロフェッサーに会ったという証拠。この写真が、カメラがまだわかんねえ。このカメラ、このキャメラはどうしたの、寄付したの。どうなのだろう。この男がプロフェッサーと会ったことを立証する証拠。
もしそれがあるならば、ええ、思いっきりあいつの鼻先に突きつけるつもりですよ。とにかく、あの晩俺の人生は変わったんだと思います。なんだ今の。まだない。まだないのか。まだないかも。綺麗な女の人？その女の人というのはマダムローザイクですか？まあそうです。10年経ってまた会うとは思いませんでしたが、ちょっと16歳の女の子に綺麗な女の人つって、先ほどもお話ししましたが、私はあの新聞記事に書かれた名前を頼りにこの方を訪ねたのです。デイリーサーカスの記事ですか？俺はその時、何しろ金のない貧乏学生でしたから。マダムから提示された5ポンドに飛びつきましたね。老人形の型を取らせてその展示を許したのだな。展示許すっつったらもうちょっと、結構、継続的にもらいたい。ええ、そうです。売れるものは売っておこうと思って。だって10年も展示されるんだよ。ああ、それで思い出しました。そういえばあの時、え？他にもう一つ、あなたから買ったものがございましたね。あ、なるほどね。そういうことか。そうでしたっけ？よく覚えていませんね。一体、トレッパーさんから何を買ったんですか？写真機ですわ。キャメラキャメラ、ああ、墓場に行くときいつも持って行ってたんですよ。それなんで。墓地に写真機ですか？それはまたどんなわけで？遺体を掘り出した墓の情報を記録しておくため写真を撮っていたんです。え？もう墓場へ行くつもりはなかったので売ってしまいました。あ、何？どういう人が埋まってるか？みたいな。ふむ。今でも私どもの恐怖の間に展示してありますわ。そういう細部を完全に再現するのが私どものやり方ですから。じゃあなんで血がついてるんだ？どうやらこの写真機は、あの晩ドレッパー様が実際に持っていたものなのですね。ええ、そのようですね。当時のドレッパーが墓場で下げていた写真機か。じゃあ話は変わってくるかもね。このデイリーサーカス誌の記事ですか？記事に俺の名前が載っているのをロンドン大学に密告した奴がいましてね。ありもしない猛言を吐き、夜な夜な墓場を荒らして回るとんでもない学生。恨まれてたんじゃない？その人に。大学の権威を大いに損ねたということで除籍されてしまったんです。それめっちゃ恨みじゃない？そうだったのですか？そして大学を追われた貴公は特殊な仕事を始めたのだな。なんとか言えよ。科学の知識に手品の知識を加えることで、あたかも新たな科学技術が誕生したように見える実験装置を作った。そして政府や出資者から資金を騙し取るようになった。なんとか言えよ。ベンジャミン・ド貧乏博士はあなたの被害者なのです。何の話でしょうかね。俺、そんなことをした覚えはありませんよ。今回全然誰も反応しないな。え、なんすか？あ、なんすか？イーノック・ドレッパー、どういうことなんだろう。急に蘇る死者は見ていないなんて言い出すとは。おそらく状況が変わったものと思われます。状況ですか？あの方が10年前生きているプロフェッサーを見たと認めれば、ドクター先生にとって隠したい過去が明かされることになります。ああ、そうか。今ドレッパーとドクター室が協力関係にあるとすれば、ドレッパーが裏切ってしまったら彼女が協力する理由がなくなる。複雑だね。ということは証明するしかない。ドレッパーはあの晩、やはり蘇る死者を目撃したのだと。そういうことでございますね。なるほどね。いやーなんか写真機が怪しいけどなー。ちょっと、違うよねー。ちょっと待てよ。なんか違うよなー。あ、待てよ。見たものを書いてもらった
見たものってなんやねん、なんやねん。え、ちょっと待って、日本に持ち帰ってよく検討してきます。あれ、これか、いや違うじゃん、違うじゃんか。プロフェッサーなんて見ていなかったんですよね。じゃあなんでこれを盗んだんですか。ちょっと待って。え、本当に難しいんだけど。行ったれ行ったれ。あー。ちょっと待って。え、本当にわからん。一回この写真も出してみよう。あれもう出したっけ？いや、違うんだよな。髪の毛が白くなってるじゃないですか。髪の毛が白くなってるじゃないですか。あれ、これに新聞を突きつけたっけ。あ、あれ、ちょっと待って。え、そうはいきません、ドレッパーさん。え、何がですか。え、これおかしくない。あなたは10年前、プロフェッサーを見ているはずです。え？いや、そうなんだけど、新聞記事にそう書いてあるから、そうだって言えるっちゃ言えるけど、だって、この直前の証言でさ、いや、あれは幽霊で、俺が勘違いしただけなんですよって、俺が見たものを書いてもらいましたけどって。え？ちょっと待って。ふう、困った人だ。本人が見ていないと言ってるのに。この新聞記事のイラストレーション。なんかおかしくないな、これ。え？これはあの晩あなたが目撃した光景をもとに描かれたものです。だからそう言ってんじゃん。ちょっと待って。墓穴から這い出した人物が、鉄のマスクをかぶっています。これ、鉄かな？まあ、ボコボコしてるから鉄か。今から10年前、極秘裁判の判決においてあの者にマスクをつけることが決定された。処刑、そして埋葬までマスクを外されることは決してなかった。刑務所の職員すら殺人鬼の素顔を見ることは許されなかったのです。このことは当然世間に公表されることはありませんでした。え？なんかさ。お聞きの通りです、トレッパーさん。そしたらさ、鉄のあの老人形を証拠として出してもよくない？あ？ロンドン大学の学生だったあなたがマスクのことを知っていたはずがない。あの晩あなたがプロフェッサーを目撃していない限り、このマスクの絵を描かせることは絶対に不可能なのです。ちょっとごめん。納得いかないわ。ちょっとごめんね。どうなんですか、証人。おめえが、ややこしいこと言うせいだ、この。まったく。よく見ると、ひどい絵ですね。さっきも言った通り、あの時俺は動転していました。だからこんな恐ろしいものを見たような気になったんでしょう。でも後で気がついたんですよ。俺は見間違いをしていた、とね。ん？見間違いですって？いいだろ。それでは証人よ。言ってみろ。その見間違いについて証言を修正するがいい。ええ、もちろんいいですとも。どうやらまだ認めるつもりはないか。どういう？あの時俺が見たのは同業者、遺体盗掘屋だったんですよ。は？もう他の人出してこないで、同業者どういうことですか？何も盗掘屋は俺だけじゃありませんからね。はあ、墓穴から出てきた人影を見た時心臓が止まるかと思いましたよ。だから、そんな恐ろしいものに見えてしまったんですよね。
ではその正体は小遣い稼ぎをしていたロンドン大学の学生だと。マスクはいな。法医学部生は金属製の防菌マスクをつけて解剖の実習をすることがある。そういう連中が顔を隠していた。それがそう見えたんでしょうね。でもこの記事にはその続きが書かれています。次の瞬間、背後から突然耳をつんづく銃声が轟いた。これも何なんだ。弾は蘇った死刑囚の胸を貫き、彼は再び息絶えた。死んでんじゃねえか。それはもしかしたら墓守が不届きな洞窟屋を撃ったとか。墓守が発砲したらそれはそれで大事件になったと思いますが。むぐ。ああ、それはきっとその記者の勝手な作り話ですよ。え？かっこいい声してるね。ちょっと？なぜかしら。よろしいですか、マダムローザイク。ホームズさんが大変なことになっていますが。ガツガツやられちゃってるけど。ボコボコになってそう。ああ、失礼しました。少し考え事をしておりまして。どうやら、ただいまのドレッパーさんの証言。何か思い当たることがあるようですね。なんでしょう。少々不思議に思ったのですわ。なぜドレッパーさんはこのようなことを言うのかと。ん？失礼マダム、そいつはどういうことですか？だって10年前大学の研究室でお会いした時、あなた墓場で起こったことをいろいろ話してくれましたでしょう？あの銃声のことも。待ってくれ。え？おい、ちょっと、あんた、いい加減なこと言うんじゃねえぜ。いきなりムキになるじゃん。ご婦人に対する言葉遣い、気をつけるがよい。そういうこと？ぐ。マダムローザイク、証言を続けてください。ええ、わかりましたわ。紳士ぶりやがって。10年前私が聞いたお話では、確かに背後から銃声がして目の前の死刑囚を撃ち抜いたと。俺はそんなことは言ってない！でも、あの時はあんなに詳しく話してくれましたのに。あの死刑囚がつけていた鉄のマスクのことも、そして、死刑囚が倒れてあなたの身に返り血が降りかかったことも。マダム言うねん。うるさいうるさい、全部でたらめだ。言うねえ、そこまで。証人、イーノック・ドレッパーよ。落ち着いて。は、はい。ただいまのマダム・ローザイクの言葉、否定するのですかな？俺は、そんな話をした記憶はありません。嘘だ！そんな言葉信じられるわけが。弁護士、根拠のない言いがかりは認めません。根拠ですか？それでは証人、ただいまのそなたの言葉を証言として追加するように。わかりました。え？ん？こういうわかりやすいのが一番いいですよ。しかしマダムローザイクは聞いたと証言しています。だけど俺は言ってないと証言しているわけですよ。すでに10年の年月が流れている。何か証拠でもない限り証人の言葉を否定することはできない。ぐ。あの、マダムローザイク。はい、何でしょうか。ドレッパーさんから聞いたという戒律というのは？ええ、あの時聞いたお話では、突然背後からものすごい銃声が聞こえて、蘇った死刑囚の心臓に正面から命中したそうなのです。それ誰が撃ったん？それはなんとも恐ろしい光景でしたな。白髪にもなっちゃうかも。その時ドレッパーさんは死刑囚と向かい合っていたので、その血を身に浴びてしまった、そのようなお話でした。そんな衝撃的な体験、忘れるはずがありません。ええ、忘れることはないでしょうね。だから言ってるじゃないですか。そんなことは最初からなかったんだって。もう。
ニノクドレッパーは明らかに嘘をついている。それを立証する証拠何かないのだろうか。ここが勝負どころでございます。何事も見落とさずに参りましょうとも。そうだな、佐藤さん。いや、これはわかりやすいさ。わかりやすいさ。これはキャメラでしょ。これキャメラじゃなかったら、私も大逆転裁判やめます。ドレッパーさん、この写真機覚えていますね。は。まあ、それはあの時の写真機ではありませんか。もう何でもかんでも持ってきてるな。なるほど、くんは。恐怖の間からお借りしてきました。10年前のあの夜、あなたが手にしていた写真機です。それがどうかしましたか？僕たち日本人はこのような小型の写真機見たことがありません。え？蛇腹で折りたたんで持ち運べるようになってるんですね。すごーい、ガション。こんな風に。え？ちょっと待て、その写真機の蛇腹。今のマッターの文字初めて見た。なんだ、その赤黒いシミのようなものは。あー、目ざとい。そう、この蛇腹の部分には明らかな痕跡が残っています。まさかそれは。はい。血痕のように見えます。科学的検査をすればわかること。そうでございますね、ドクターシス。じゃあ、ここでドクターシスに振るのめっちゃ怖い。それが人間のものであるかどうか限定することは難しいけれど。血であるかどうか、そこまでは検出可能ですよね。なるほど。やはりマダム・ローザイクの証言は正しかった。10年前のあの晩、あなたは、その身に返り血を浴びたんだ。そう、それは。そしてあの晩、マスクをつけた死刑囚が蘇るのを見たのです。おー。よかった、マダム・ローザイクがいて。小柄で可愛い。こんな衝撃的な事実を忘れるなんてことはありえません。つまり、あなたは、あの晩、プロフェッサーを目撃したことを隠そうとした。え？一体なぜ、この証人がそのようなことを。なんでだろう。それはもちろん、自分のためではありません。では一体、誰のためだというのか。ドレッパー氏は誰かをかばうために嘘をついたと考えられます。かばうですと。ドキッ。ちら。そしてそれはもちろん。死刑囚プロフェッサーが蘇った事実を知られては困る人物です。なるほどね。それでは弁護士に指摘を求めます。この証人が嘘をついてかばおうとしている人物とは、でもそうだよね。そうなると思いますよ。その人物とはもちろんドクターシスです。ドクターシス。なんという。もし処刑されたはずの死刑囚が死んでいなかったとしたら、そしてその事実が世間に知られてしまったとしたら、検視したけど間違ってたってだけ？なんですって。しかもその死刑囚が大英帝国を震撼させた殺人鬼。プロフェッサーだったとしたら、それこそ歴史的なスキャンダルとなることでしょう。大スキャンダル。バカな、言うまでもなく死者が蘇るなどありえない。そうなれば、処刑は行われなかったということになる。行われなかったってなんだ。まさにその通りです。行ったけど死にきれなかったじゃないの。死刑囚が処刑を逃れるなど、この大英帝国においてありえぬ。じゃあ拳銃で撃ったのは誰なの？どうなってんの？しかし、実際に10年前それを目撃した者がいるのです。どうなってんだこりゃ。もしそれが事実だったとすれば観察員の責任問題では済まない。この国の司法、その尊厳が根底から覆ってしまいます。なんだ？どういうこと？そのあまりに巨大すぎる秘密を隠し通すためならば、
ドクターシスはどんな要求にも従うしかなかったのではないでしょうか。え、じゃあさ、処刑を行わないってことにするんだったら埋めなくてもよくない？なんで埋めちゃったんだ。たとえそれが犯罪計画の協力であったとしても、これが封印なの？要求？どんな要求やねん。ドクターシスはドレッパーの犯行に協力していたのではない。協力させられていたのです。10年前の秘密を守るため。老人形と死体を入れ替えてジェイズ無根の遺体解剖記録を作った。おおおおって、おば、バンジックスケンジ落ち着いて、そのまま飲んで。突然の神の聖杯、そしてその他もろもろのプレイ、どうかお許し願いたい。そろそろレパートリーがなくなってきた頃だ。いつの間に開けてたんだろうな。いかにもロンドンの大衆が好みそうな物語だ。殺人鬼、蘇る死者、スコットランドヤードがひた隠す巨大な陰謀か。それでは一つ機構に尋ねるとしよう。え、何ですか？あの晩蘇った死刑囚が墓場で撃たれたというのならば、一体撃ったのは何者なのだ。本当にそれ誰なんだろうね。そう、それは今は見当もつかない。この状況でそれを追求するにはあまりに情報が足りないかと。うむむむむむむ、それは確かに。この大法廷は夢物語を論じる場ではないのだ。でもこれを追求するべきなんじゃないの？ぐ。それに日本人よ、機構は考えてみたのか。何をですか？この物を脅して犯罪に協力させる。それがどんなに危険なことか。スコットランドヤード、ひいては英国司法すべてを敵に回す行為だ。確かに、いくら研究補助金を騙し取るためとはいえ、そんな危険を犯して手品を見せるなどあまりにも馬鹿げている。そう、それは、しかもこれはただの事故ではない。被害者は殺害されたのだ。被害者は出資者であり、将来的には利益を分け合う立場の人間でもある。はぁ、あ。偉いダメ人間。俺には殺す理由なんてないですよ。あ、そういう風に持っていかれるといいぞ。何しろそいつが死んでしまったら俺は1ペニーも得をしない。そういう契約だったのは皆さんご存知ですよね。この通り契約書があります。なるほどくん。確かにこの犯行には強烈な意志を感じる。何しろ科学式捜査班を脅して協力させたのでございますから。手に入るかどうかもわからない研究補助金のためとは思えません。それに補助金が目的ならば、目人間さんの命を奪うはずがない。つまり、イーノック・ドレッパーの目的はお金ではなかった。偉いだ目人間さんを殺害することだったんだ。そうだそうだ。しかしその動機は一体何なのか。タイムアップだ、弁護士よ。え、おえ。氷結の前にこれが最後の機会だ。え？機構の主張、証拠で裏付けてみるがいい。なるほど。避けてる。この技師がなぜ大英帝国を動かしてまでこんな計画を実行したのか。避けてるよ、麻生木。ここへ来て根拠のない推理を聞くことはできません。弁護側に証拠の提示を求めます。イーノック・ドレッパーにとって、目人間死とは何者だったのか。そこにはまだ、見えていないつながりがある。そしてそれを立証するためには、証拠品が2つ必要だ。ん？サインってこと？サイン2つってことでよか？わかりました。証人が被害者を殺害する動機となるつながりを立証するのは、え、どっちからでもいい？どっちからでもいいですか？これと、それはこの新聞記事です。10年も前の新聞記事だと、それが何だというのだ。
バカバカしい。三流新聞の記事なんて何の意味もない。はい、これだけでは意味はありません。しかし、この新聞記事ともう一つ別の証拠があれば、あなたが目人間氏を殺害する動機を知ることができるのです。やっとここまで来た。別の証拠だと？いいでしょう。弁護士を引き続き提示を命じます。新聞記事と合わせて被害者に対する殺人証人の殺意を示す食品とは？これだよね。これだよね。これだよ。これだよ、裁判長。ここに契約書があります。あなたと被害者目人間氏の間に交わされた契約です。ええ、その通り。その契約書こそは、俺には殺害の動機がないという事実を立証する証拠ですね。いいえ、そうではありません。え？え？この契約書と新聞記事にはある共通点があるのです。共通点？そしてその共通点こそがはっきり示しているのです。あなたが偉いダメ人間氏を殺害する理由を、どうやら弁護士の主張を最後まで聞いた方が良さそうだ。ありがとね。弁護士よ、それでは指摘するがいいだろう。え？新聞記事と契約書、その共通点を示すのはどこか？え？ここと、くらえ！二つの証拠の共通点、それは、サインです。え？サインですか？曲名みたい。10年前に書かれたイラストレーションのサインと契約書に書かれたサイン。この二つのサインは同じ人間が書いたものです。何？ぐ。この新聞記事のイラストレーションは今から10年前。ドレッパーさんを取材した記者が目の前で書いたものでした。うまいね。うまいわ。よく見ると記者のサインが小さく書かれています。ドキ。その一方、こちらの契約書は今から1年前に書かれたもので、ここに被害者、目人間氏のサインが書かれています。これは、確かに同じサインです。そんなことあるんだね。つまり、10年前この記事とイラストレーションを書いた新聞記者は、今回の事件の被害者、偉いだ目人間氏だったのです。なんだってー？あ、ドボン。ボッシュートされちゃった。